岐阜県立大垣商業高等学校は岐阜県大垣市にある公立商業高等学校。県内の商業高等学校としては最も古く、卒業生は2万5000人を超え、西農地方の経済界に幅広い人脈を形成している。また、近年は他の商業高等学校同様に大学進学にも力を入れている。通称は大小。一年時は、 商業に関する知識の基礎を身につける。2.3年次からは将来の進路目標に応じて3つの類型から一つを選択し、その類型ごとに組まれたカリキュラムにのっとって学習を進めていく。会計家と違い、商業に関する幅広い知識を身につけ、ビジネスの場における即戦力を要請する。企業経営の即戦力を目指す。就職、進学と、 幅広い進路を選択することができる。国公立大学や私立の難関大学と呼ばれる大学への進学を志すものが進む。英会話によるコミュニケーション、またホームステイや交換留学を通した国際感覚を養う。外国語系大学への進学を志すものが進む。一年次は会計科の生徒全員が共通の科目を学ぶ。そこで墓器。 会計に関する基礎知識を身につけ、2.3年時より、2つの類型に分かれて、より専門的知識を身につける。日簿募金検定1級や、税理士試験、公認会計士試験などを目指すカリキュラムが組まれている。公認会計士、税理士などを目指すものが進む。会計に関する幅広い知識を備えた、事務員や会計事務所の職員などが学ぶべき知識を得ようとする。 ものが進む一年時は、情報科の生徒全員が、情報に関する基礎知識を身につける。また、課外活動を通して、問題解決能力や想像力を養う。2.3年時からは、一年時の学習を踏まえた上で、二つの類型から一つを選択し、それについて詳しく学習をする。そして、IT パスポート、基本情報技術者。 応用情報技術者などの国家資格の取得を目指していく。ソフトピアジャパンのベンチャー企業との連携による学習もできる。実に多面的な学習が可能なカリキュラムになっている。文部科学省が進める IT 人材育成プロジェクトの研究指定校に選ばれていた。システム類型ではアドバンスとベーシックのいずれかのコースに分かれ、アドバンスでは 基本情報技術者ベーシックでは IT パスポートの資格取得を目標として勉強する。またアドバンスコースではソフトピアに訪問し実習を通してプログラミングなどを学ぶ授業も行われている。メディア類型では情報コンテンツに関する内容を幅広く理解し3次元 CG などの専門知識、技能を身につける勉強をする。資格では CGARTS 検定などの合格を目指す。2019年度より情報化の規模が縮小して、クラスの数が一つになったため、情報化における類型選択は廃止となり、従来の類型選択制度は科目選択制度になる。2013年度入学者よりこの類型選択となった。校舎は北社、南社、情報棟の三つがある。部活動などに関わる設備では、 体育館、プール、弓道場、屋内野球練習場、テニスコート、陸上用トラックがある。4階建てである。南車とつながる渡り廊下は3階部分まで取り付けられている。また、体育館へとつながる渡り廊下もある。北車には1から3年生までの教室と、生徒指導室、アカデミックルーム、会議室などがある。基本的に4階が1年生。 3階が2年生、1階が3年生の教室となっている。2階に生徒指導室、アカデミックルーム、会議室がある。南社も北社、同様、4階建てである。南社には1階に職員室や事務室、校長室などがあり、2階に進路指導室や市長各室、三階と四階は商業系科目のための特別教室が設置されている。 2006年に耐震構造の基準に問題が見つかったため、耐震強化工事が行われた。3階建てである。情報化向けの建物になっている。すべての木座端にコンピュータがある。1階のコンピュータは、マイクロソフトウィンドウズ XP が、2階のコンピュータには、Apple Mac OS m o j a v e が、3階のコンピュータには、マイクロソフトウィンドウズ8.1が搭載されている。 CG を作成したり、プログラミングができたりと、マルチに作業をこなせるようになっている。1階に多目的ホール、武道館、体育職員室、倉庫がある。2階に、アリーナがある。陸上、野球、水泳など運動系のみならず、保機、手段など文化系の部も、全国レベルである。年間30人前後が、国公立大学へ進学する。学科、 累計によりまちまちであるが、半数以上が4年生大学へ進学するクラスもある。就職では、事務職への就職が大半である。東海地区、特に大垣名古屋周辺にある大学、企業への進学、就職が多い。ありがとうございます。